これを使えば心が音声入力さくら双葉さくら宗次郎宅候補が見つかりました。あとは確か歪みって歪みん？まただ。お前が殺したんだ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。近寄らないで。人殺し。やだ。そうだ。思い出した。あの時ここで墓場ってチャットで送ったら。入力を受け付けました。目的地までのルートを検索します。これで行けるの？やだ。落下病だろ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。近寄らないで。もう、やだ。ナビゲーションを開始します。んだこりゃ。想像とちげえ。金銀財宝の山でも想像してたのか？あそこにあるじゃん。あれだけかよ。お宝はあの中ね。よっしゃ、いただこうぜ。気をつけろ。お宝。何かいるな。このタイミング、嫌な予感しかねえ。悠々と飛び上がって手が届かねえ。仕方ない、銃とスキルで仕留めるぞ。銃撃が有効な攻撃だ。クイーンがめまい状態。このままだと攻撃
の怒りを思い知れ。どこまで飛んだ。何する気だ。あいつまさか落下攻撃する気か。やつめ、いつ仕掛けてくる。ペルソナまずいな。やつがいつ仕掛けてくるか全然わかんねえ。なんだよ、わかんねえって。モナ、しっかり教えてくれよ。仕方ねえだろ。我が輩にもできないことはある。これが私の心。こんな風になってたなんて。これ思い出したか。これは衣装。お母さんが死んだすぐ後、黒い服の大人に読み上げられた時。そうだ、次を見ろ。これお母さんが私の目の前で車に飛び込んだ時。そうだ、次を見ろ。いや、逃げるな。怪盗団と話して決心したんじゃなかったのか。見る。わがまま言ってる私。お母さんに迷惑かけて怒られた。そうだ、やっぱり私がお母さんを殺した。私が悪い子だったからお母さんを悩ませて嫌われた。全部私の覚えてる通り。本当にそうか。え、よく思い出せ。目をそらすな。これはいつの出来事だ。お母さんが死んじゃうちょっと前、私が旅行に行きたいってわめいた時、ダメって怒られた。他にはそれだけだったか。お母さん言ってた。今は忙しいからダメ、認知研究を早く完成させなきゃいけない。お前はどうした。だだこねた。私より研究が大事なんだって。そしたら怒られた。その後何と言われた。言われたはずだ。お母さんこう言った。もうすぐ研究が終わる。終わったら双葉の好きなところに連れて行くわ。双葉ずっと一人にさせてごめんね。でも本当に大事な研究だから分かって。命をかけて研究を完成させなければいけないの。お前は嫌われていたのか。違
違う。何？洗った。頭が入る。どれが本当？お前の記憶は。呼んでる。んだあいつ、全然歯が立たねえぞ。え、双葉？まさか入ってきたの？うん。本人がパレスに来るだと？そんなことしたら。あれは。お前が殺したんだ。何か言え！あなたのせい！私のせいで、私のせいでお母さんが。そうだ。お前が私を殺した。まさか、あの化け物、母親か？欲望と罪悪感が認知を歪ませたんだろう。死んだ母に生き返ってほしいという願いと気味悪い罵声が入り混じっている。私の邪魔をする鬼ごめん、お前さえいなければ、時間を削られることなく成果を発表できたのに。私が心血注いだ正義の発見を。正規の発見？認知科学か？死ぬのよ、お前は嫌われ者。生きてる意味なんてない。誰にも必要とされてない。誰も私のことなんて。双葉なんて産まなきゃよかった。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでたみたいだね。育児ノイローゼだったんだろう。おい、このままじゃやべえぞ。双葉は自分が母親を殺したと、そして自分が死ねばいいと思い込んで、己の死を望む母親がいるパレスを生み出してしまったということ。双葉ちゃん、しっかり見て。あんな化け物がお母さんなわけないでしょ。あれはあんたが作り出した幻。だって虐待なんてしてないはず。マスターが言ってたわ。母親一人で頑張って育ててたって。誤った記憶を刷り込まれてるんじゃないのか。誤った記憶。お母さんは双葉ちゃんのせいで研究結果まで破棄したんだよ。頑張って研究していたのにね。君のせいでおかしくなっちゃったんだ。お母さん、私はシャドウか。さくら双葉、思い出せ。自殺したのはお前のせい。研究を邪魔したから。なぜ自殺だと思った？衣装。そうだ、黒い服の大人に見せられた遺書だ。何が書いてあった？私への恨み。お前は辛くてショックで目をそらした。だが黒い服の大人は永遠と読み上げた。大勢の親戚の前で。よく考えろ。あの遺書は本物か
本当に大好きだったお母さんが書いたのか。あんなひどいこと一度でも言われたか。ない。私がわがまま言った時は怒られたけど優しかった。ならばあの遺書は真っ赤な偽物だ。お前は利用されたんだ。遺書を捏造し死をなすりつけ幼い心を傷つけ踏みにじった。イカれクズみたいな大人を許すな。私が自分自身とお母さんの死とちゃんと向き合わなかったせい、なんで私こんなこと言われなきゃならなかったの。お前を否定する者は幻影、心なき者どもが施した呪い。もとよりお前は知っていた。知っていながら怯えてきた。そう、知ってた。でも私、お前のせいで私は言われた通り、お前は死ぬのか。お前はどちらに従う。幻が吐く呪いの言葉か、お前自身の魂か。お前のせいだ。全部私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない、腐った大人が作った偽物だ。絶対絶対に許すもんか。
我が輩が撃つんだな。私が撃つのね。我が輩が撃つんだな。え、バリスタまで走れ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。銃撃が効きやすい敵だ。私の弱さが生んだ化け物、みんなどんどんやっちまえ。やってやる。ペルソナ！そい。マジだぜ。めまい状態だよ。敵に攻撃が当たりづらくなってるからね。弱点がわからない。これはいろいろ試すしかないな。ベルソナ！くらいな！体力の残り少ないよ。回復急いで。我が決意の証を見よ。奪え！
Get ready! 食らいなよ!
散らす。Come on.
う。お母さん言ってた。私がいるから辛くても頑張れるって。重荷になってるんじゃないかって勝手に怯えて遠ざけてたのは私の方だ。どうだか、コート。お前は私から逃れることはできない。一生罪の意識にさえなまれ苦しみ続けるんだ。そんなことできるはずが。いや、こいつらとなら不可能だって可能にできる。親に逆らう悪い子は潰れてしまう。そうはさせない。これでどうだ。方向転換、さっき向けろ。よし、レベルアップ。我が輩にふさわしいスキルだ。新しい技覚えたよ。お前マジすげえ。おお、なんじゃこりゃ。すげえ、ピッチピチだな。また出た。お母さん。え、双葉、本当の私のこと思い出してくれてありがとう。わがまま言ってごめんなさい、お母さん。こっちに来てはダメ。あなたの居場所はここじゃないでしょ。せっかく会えたのに
またわがまま。あの、私お母さん大好き。私もよ、双葉。ほらほらほら、行きなさい。メジエドだったな。どこ行くの？帰る。ナビの使い方分かったし。え？あ、うん。帰っちゃった。マイペースなやつだ。お前が言うな。けど彼女のスキルがあれば。お宝は？おっと、忘れるとこだったぜ。空っぽ？どうなってんだ？あんじゃねえのかよ。ここのお宝は双葉自身だ。双葉が出てったのにあるわけない。やばい、やばいって。兄がどうしたんだ？本人がパレスに乗り込んできた挙句、ペルソナを覚醒したんだ。いつ崩壊してもおかしくないぞ。これパレスが消えるなら目的は達成よ。早く逃げましょう。それが良さそうだな。生きてるか？死ぬかと思った。って、いつまでくっついてんの？あ、ごめん。またも。なんだ今の音？お前ら何してんだ？あ、いや。そういや、双葉は？双葉がどうかしたのか？いや、そうだ、せっかく来たんだからお茶でもいただいていく？そうだね。別にいいが。喉は渇いてないぞ。あ、そうだ、思い出した。ちょっと私用事あったから先に入ってて。うん、わかった。私たちは双葉のところに。双葉、聞こえる？返事して。返事してよ。もしかして私たちのせい？私たちがお母さんの怪物を倒したから。いや、あれは双葉が作り出した認知存在に過ぎない。倒したところで記憶をなくしたり体に負担がかかるなんてことは。どうしよう。そういえばお前、知り合いに医者がいたろ？本当？連絡取れる？往診なんて高くつくわよ。おいくらくらい？冗談よ。あの、容体は？脈も呼吸も体温も血圧も全て正常。瞳孔の対向反射も異常なし。原因はわからないけど、軽い昏迷状態になっているようね。ただこの子、年の割に筋力がないね。体力もあまりないんじゃない？そうか、覚醒の反動が大きくて。イレギュラーが重なりすぎたのかも。さ
すがに黙ってられないよね。マスターに知らせよ。正体バレねえか。でもやっぱり双葉の症状マスターに言うべきよね。それがいいと思う。やっぱり話すべき。こうなった以上仕方ないか。分かってるだろうが事情は隠せよ。おい双葉、おい。もう、ああ参ったな。あの双葉のことなんですが。うん、どうした死にそうな顔して。双葉ちゃんの容体なんですが。ああ、これか。たまにこうなるんだ。え？体力は使い果たしたんだろうな。電池切れみたいなもんだ。あんまり動かないからだろうが、よくないよな。なんだそりゃ。一度こうなったら数日はこのままだ。双葉は当分自宅で寝かせておくわ。店閉めてくるからちょっと見とけ。なんだろうこの感じ。ああなんかすげえモヤモヤする。無事だったのはいいんだけど、メジエドどうする。あ、起きた。メジエド、うん、疲れた。ちょっと寝る。寝た。双葉ちゃん、ちょっとってどんだけ寝るつもり。叩き起こすわけにもいかないし。どうしたものか。今さら別のハッカーなんて探せないわ。復活を待つしかない。やるか。